レザーのボビーですえー、10今日は12月4日ですね第94回目の配信であります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビーアトレザーのボビーです。えー、大阪のですね、アトリエからライブでお届けしております。ね、えー、いかがですかね皆さん元気でやってますか、うんね、えーよ、12月4日かなのもう金曜日です。あ早いですね。えー、配信もね、94回、100回まで、あと6回かなうん、あっという間です。もう、だから、90日で大体3ヶ月でしょ ね3ヶ月ちょいぐらいね毎日のようにえね決して暇かと暇人かと言わんといてください <laughs> ねまああの大阪もですねえなんか赤信号がと思ってますしねえちょっとざわついてますけどねえまあめげずにね皆さんあのくれぐれもですね健康に優意してですねえ前向きに安心安全にですね ええー、今日はですねえー、まあタイトルは「ものに対しても一語一会」というからまあそういうことをふと思ったんですね、えー、ちょっとお,お話しさせていた,いただこうかなと思います。でえー、っと、まあえー、まあこのね、えー、こ,これもそうですけどこの「 ファスナー、ね、このジッパーこのおー不死鳥のね、えー、例えば、まあ、これもコンマあのビンテージですね60年代の本物かなのデッドストックのね惜、えー、しげなく惜しみなくう使ってるんですけどね、えー、例えばそういうふうなものでまああのもうおあ手に入らないというかねあの今あはねあの、まあ、現存してますけど製造とかはしてなくてね。 うん、なんかそういうものともうパッと出会った時に、えーね、それを、まあ、こ,この作品を作る時に、えー、これに当てようと思って、ねえー、使ったんですけどねそういう感じで、えー、その時その時のピースっていうのがあってね例えばあこれはまあ私物のね僕の私物のベルトですよ。僕はまあ当時 古着ベルトのこのぬめがのこのベルトだけ買ってきてね、えー、それに、えー、自分でねまあカスタムっていうかあ銀貨ですね、えー、こ,うこうした方がいいかな、うん、をつく,つくね、えー、銀貨でこうつけていってねこうバーッとつけてますけどねこれリバティ根性ですわ。ねえー えー、アメリカのハーフダラーかなのーシルバーですよねこれ、まあ、昔のお金はあ銀を使ってたみたいでねでそれを、まあ、職人さんがですねあの叩いてあこういう感じでね、まあ、丸くしてですねでそれを、まあ、アクセサリーにとかに使ってたんですねインディアンジュエリーの走りみたいなもんでしょうねでまあこれもお,、まあ、お金なんでね、えー これた、えー、ごめんあの目がなきゃいけないと見えないですけど36年とか30年のとかまあ32年とかまあまあ戦前ですよ <laughs> でこ今はもう2020年でしょでこ、まあ、ここっちがもう見えへんやろうなあっとまあまあいいや、うん、あのまあコインなんで裏表であってでまあどっちの面かをおね 膨らましてるわけですよで、えー、イーグルのと、まあ、あのリ,バリバティっていうかあの女神ねスタンディング・リバティとも言われてるんですけどね、えー、そ,それをですね、えー、前まではこう結構並んでますけど。 リバティの,あのスタンディングの面ばっかりでやってたんですけどおもう何,何十年も使ってるうちにですね知らん間にな、えー、くなってたりするわけですよなんかもう落ちてこれネジで止まってるやつなんでスクリューのねあのポロっと取れてですねもう痛い思いをしてですね、まあ、またあのないんですよね。<laughs> あの 惜しいんでですすよねかこのイーグルの面の方はね何個か手に入ったんで、えー、何個かは3つぐらいかなこの中の3つぐらいはイーグルなんですけどほんま最初は全部「リバーティ」でやったんですけどね「あの女神で」ででまあ40年ぐらいまで1940年ぐらいまではあったんかなもう,もう大体まあたまたま僕がテンションが3二年三0年代が多いですね二十何年もあったけど。 おなジラマに落ととししたりとかしてました、ね <laughs> まあそういう感じであのー、やっぱりこういつでもあるかなと思ったのもですね、えー、だんだんこうなくなってきますよねそれはもちろんだからもうおこういうなんでもまあ僕普段使っている普通のおーおーオールドコイン根性ンもですね、えー、まあだいぶ在庫も僕も減ってきたんですけどあのー、あれですよ 当時はじゃあ今はねこの「まあ、ここのリバティもそうなんですけどおこれを型取って、えー、あなんかアイエかなんかで作ってるんですねなんかこうアクセサリーとかに屋さんでたまに見ますけどね、うん、まあまあ安価で買えますしね。 あのー、そ,れはそれで僕もいいいかなと思いますけど、ねまあ僕の場合はちょっと,ちょっと、あのー、せっかくやったら本、あのー、物の方がいいかなと思ってね <laughs>、えー、愛着持って、えー、使ってるんですけどでまあそんな感じで,であの物とかでもですねやっぱり一期一会というかあの時買っとけよかったなとかねたまにありませんかそういうのは。うん、あああの時渋しぶしぶったけどなって、うん、まあその逆もあるんやろうけども。 あのまあ、特に僕なんかあはレザーのね素材もそうですしね、うん、あの現行品っていうかあの今でもこうね流通っていうかあの注文者入れるようなのもあるんですけど基本的にはあレザーなんでね、えー、生き物なんで、えー、その時の,その手染めとかそういうようなんでねやってもらってるもんなんでね、えー、多少のそれは村と ブレと呼ぶかどうかわからないですけど、えー、僕はまあその一応一例と思いますね。その時のロットの分がで、えー、なるべくあの均等にはね揃えるもんなんですよけども、うん、その時のその時のね、えー、上がりっていうか、それはそれで、えー、ねそこに近づけてはいるな上でのそれなんで精度は高いですよ。 うんだけど、本当に一期一会やなと思いますね。そのレザーの表情とかね。全く同じ波トもね。いっぱい作るけど、やっぱり、えー、表情は醸し出す。表情はやっぱりね。変わりますね。うん、それは気分とかそんなのじゃなしにですよ。う <laughs> んな感じでで、えー、なんかこう物にも一号一 a っていうのをやっぱり感じるなと思いますね。うん、その時その時、えー、出会ってきたもので。 ファッションを感じたらやっぱりこう自分のね人生のピースの一つとして要素の一つとしてえ大切にねそばにえおいてですねえ一緒にこう人生をね一緒に重ねていってもらいたいなと思いますまあまあそんな感じでえまあね今日は金曜日ということでですねえーなんかなかなかえーなんていうの うん、世話しないまあ週末でねですけどね。まあ あのこういう緊急事態まではいけへんけど大阪の場合はね不要の外出は避けてくださいけどね。またなだんかこういうまたリモートな関係がやり取りがね続くかなと思いますしねもう忘年会とかも僕もね全然親しくこうやって一人でこうやってここでアトリエで困ってますんで一人忘年会みたいなもんですけどね <laughs> ここで飲むことはよっぽどですね誰かと誰か来てくれた時にね 一緒に酒をビールでも傾けながら祝杯をあげて仕上がった作品をですねめでながらですね「これええやっぱりな」とか言いながら「ここがここの箇所がなかなかこにくいやろ」とかね言てもうての酒の魚にですね出来上がった作品をですねめでながら一緒にねえお酒をね囲んでんかこう組み交わすっていうか。 そういう時間があったんですけどね。まあ今年はまあなんかそういうのもなかなかあるでしょうけど、ね、まあズーム飲み会とかまた入るんじゃないですか。ね、まあ、あのー、いろいろねあると思います。それではまたあーね素晴らしい週末をですねお過ごしください。またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。